はい、どうもあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。はい、今日はですね、あゆ太郎1人に対して相手を5人つけて試合したらあゆ太郎が勝てるのかどうかっていうね企画をやっていきたいと思いますので、今日はね相手役の方を5名来てもらいましたので、じゃあ登場してもらいましょう。じゃあどうぞ。すごい元気いいですね。今日やる気だよ。大丈夫ですか、みんな勝てるんですか。僕に負けだけ出たな、まあ、5人だよこっち。大丈夫ですか、その一番後ろの人とか大丈夫ですか。おいちゃん、おれーいいや俺らにもなんだけど、5人だけど不安だよこいつ。こいつは不安なんだよ。ちょっとーいや大丈夫、今の何もないこと言うなかった。まあじゃあ1対5でこれでやっていくんで、はい、じゃあもう早速やっていきましょうか。いいんですか、やっていきましょう。もうパポでやりましょう。よし、はい、じゃあ3ゲームでマッチでやりましょう。僕が勝ったらみんなからジュースもらいます。はい、俺らは負けないけど、はい、俺ら勝っちゃったらどうすんの。さあチロルチョコ1個ずつ配ります。いいんですかいいんですかそんな欲しいのか。何やしきなこそっちだよ。じゃなかった一応ここにいる方たちはね、あのインターハイとかすごい上の大会にも出てる方たちだったんで、過去ね、過去って言ったもん。現役高校生もいますんで、まあ、楽しくやっていきましょうみんなで。よし、はい、レッツゴー。じゃあ頑張っていきたいと思います。はい、お願いします。圧迫感がすごい早い、うるせーさあ勝つだって返さない。
お疲れ様でした。どうだった、やってみて。いや、なんかちょっと正直いけそうだなっていう感じが。でもね、でも結果負けてるからね。アイタル君結果負けてますよ。強がるな。泣いてもいいぞ。ということで、じゃあ今日の動画は、はい、ありがとうございます。はい、バイバーイ。